まず登壇者自己紹介という形でさせていただこうと思います。まずでは、向かって右手口木さんですね。皆さん、本日はお集まりいただきまして本当にありがとうございます。私口木誠一郎と申します。実はですねワードキャンプ東京は、昨年度登壇させていただきまして今回2回目の登壇になります。もう何て言ったらいいんですかね、本日多分最終のこうタイムスケジュールだとだからだと思うんですけど、全体的に皆さん本当に顔がお疲れ気味今皆さん一人一人は多分本当にお疲れ気味なんだと思うんですけど、こう前の方にいるとですね全体としてすごい顔すごい量の疲れた顔を見るんでちょっとドキドキする状況がさっきまで続いててですね、落ちた時にみんな笑ってくれたんですごい良かったなって思ってます。はい、で今僕は有限会社ノートという会社で編集者ライターをしております。で、まあ、知ってらっしゃる方 もいると思うので言ってしまいますと、前職は、株式会社リグというところで、リグブログの編集長を1年間しておりました。で、ワードプレスとの関わりなんですけれども、前職のリグブログは、ワードプレスを使って運営されております。というよりもですね、リグのサイト自体があれ全体的にワードプレスなんですよね。コーポレートサイトなんですけど、こう実はこう全てのページがワードプレスでできているというちょっと変わった変わってないか、まあそういう仕様のサイトでございます。で、ライターをやってるとですね、結構ワードプレスを使うこうメディアっていうのは多くて、まあ言えるもの言えないものあるんですけど、入稿作業っていうのをこうワードプレスでやることっていうのは実はウェブで執筆しているライターさんは多いんじゃないかなと思っております。はい、で、そうですね、ちょっと大学時代からフリーライターをしておりまして、卒業後に先ほど申し上げたリグという会社に入りました。で、そこで、まあ、ちょっとなんか僕29歳なんですけど、新卒入社っていうちょっと27の時に新卒入社っていうちょっと変わった経歴なんですけど、まあ、人生ってほら紆余曲折あるじゃないですか。そこはまあなんかちょっと変な経歴だったっていう感じですね。で、そこからまあ入って半年くらいで、まあ、ありがたくも編集長にさせていただきまして1年間運営を続けておりました。最終的に PV が650万 PV で260万 UU くらいかな。ただ僕が退任後も、大幅なリニューアルで今リグブログ時代の PV は確か700万 PV を超えていると思います。今回はまあそういう立場からといいますか、運営者ライターという立場から、ただちょっと前後しちゃうんですけど、逆に僕立ち上げを知らないんですね。そうするとなのでゼロからサイトを立ち上げたっていう経験は実はないんです。まあ個人でやってるサイト、ワードプレスベースのサイトは1個実はあるんですけど、こうちゃんとうまくいった例っていうのは実はなくてですね、今回はそこの部分に関してはこうこの後、自己紹介される大原さんがこうお話しいただける。で、僕はどっちかっていうとそれをこうスケーリングさせていくというか、メディアとして成長させていくときにどんなことをしていったらいいのかっていうお話をさせていただければと思います。ちょっと長くなってしまったんですけれども、私の方からは以上です。はい、よろしくお願いいたします。では続いて大原さん、お願いします。皆さん、こんにちは。こんにちは。有名な口木さんの横で喋るのすごく緊張してます。全然人の前では普段喋らないんですけど、今日は持てるなんていうのはノウハウをギュギュッと凝縮して伝えますので、これで頭にインプットしていってください。ちょっとプロフィールちょっと言います。大阪でウェブデザイン事務所を立ち上げて、あと12年目のフリーランスウェブデザイナーです。昨日参りして関西から来ました。就職することなく、自分のウェブサイト受注サイトを作って、日本全国から制作の依頼を受けて、出張しながらウェブ制作をしています。しかしですね、最近はウェブ制作などのクライアントワークで培ったノウハウを自分のメディア運営するサイトやブログに力を入れてですね、その自分のメディアを更新しながら収入を得て家族を養っているという
感じで、今は更新のクラウドワークはしてない。なんか声張っていいところ。謙虚に決まるんで、ちっちゃい声でしか言えないところもあります、ね。あと、初めて僕こういうワードプレスのグッズとかいろいろ身につけて、いろんなワードキャンプとかにワードベンチとかに参加して、しておりましてですね、初めて行ったワードプレスのイベントはワードキャンプ神戸2011で、結構前からワードプレスはやって、もう日本出張が多くて、日本各地で行われているワードキャンプやワードベンチにはもうアクティブなとかもうほとんど行ってます。ただ何も行っただけで何も喋らずに覚えて、美味しいご飯を帰りに食べて帰るみたいな感じでやってます。あと写真の通り、今年のワードキャンプ関西2015、自分の子供と一緒に参加する夢を叶えました。子供はめっちゃ注目されるんですけど、僕は全然スルーでしょ。あと僕がやってる運営サイトですけど、フリーランスウェブデザイナーの仕事っていうブログと、仕事旅というブログと、コワーキングスペースレポートというブログや、あとは他にも地域ポータルサイトとかのブログもやってて、結構ウェブデザイナーですけど、ブロガーみたいなことをやってます。あとですね、まだ日本全国フリーランスウェブデザイナーホームページ集とか、フリーランスイラストレーターのホームページ集とか、自分でサイトを作って、自分のサイトでクライアントを獲得しようじゃないかっていうのを、あとノウハウを埋め込んだサイトにしてます。この下2つは。で、今回紹介するのはですね、フリーランスウェブデザイナーの仕事というメディアがですね、ブログが225記事で100万ページビューを超えましたので、そのノウハウを紹介できていければなと思います。これあれですね、月間100万 PV な、ね、そうですね。225記事という少ない記事数で100万ページビューをクリアしたってことが、ちょっと自慢ということ自慢したいんですけど、あまり人に言ってもいいってもないんですよ。今回どうなんですかね、皆さん聞いてくださっている方は、そのメディアを やりたいとかやってらっしゃる方とか、ブロガーさんとかっていうのが多いんでしょうかね。ちょっと聞いてみたりしてもいいですか。じゃあざっくりでいいので、ご自分はブロガーだっていう方、ちょっと手を挙げていただいていいですか。俺ブロガーだぜ。結構少ないですね、 5% ぐらい。例えば100万ページビューって聞いてピンとくるっていう方って、ピンとくるってわーっと来ますね。わーってなる方、わーってなる人、わーっとなる。なんか今もいいね、今でも、なんかもういいと思うみたいになりました、ね。すいません、なんかでもそうですね、わーって なってほしいところですね。はい、僕の周りではあまりそういう知らなくて、そういうなんか100万ページビューになったけど、なんかみんな他のブロガーさんが100万ページビューになったら嬉しいとか言ってるじゃないですか。そういう実感が全然ない。でも今日皆さん手を挙げてもらえて、なんか嬉しかったです。はい、じゃあ、この2人にどういう、こうやってメディアを作っている、ワードプレスでメディアを作るってどういうことなのっていうお話をちょっと聞いていけるといいかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。
いいんですか、それから。まあ、僕は、ね、はい、じゃあですね、早速、ライターと制作者のメディアの作り方、ぜひちょっとお話を進めていきたいんですけど、まず、メディアで、僕、まあ、自己紹介しませんでしたけど、僕、通常、普段は制作者をしてまして、ワードプレスの構築をするのが、お仕事の7割、8割ぐらいやってます。で、そうすると、大体、その受託で僕、作ることが多いんですね。そうすると、ワードプレスでメディアって言われても、いや、CMS で完璧なサイト作ってるだけでしょっていう風になってしまうので、あんまりワードプレスとメディアって繋がらないんですね。で、まあ、確かにブログはある。その中に例えば新着記事の更新だとか、そういうので、そのコーポレートサイトなんだけれども、ブログのシステム、機能は使っているけれども、じゃあ、それをメディアっていうところになると、ちょっと今のうちピンとこないっていうところがあって、でそれで今回はこういうお二人相談していただけるということになったので、これちょっと聞いてみないといけないよねっていうところで、ちょっとこういうところからお話を進めていこうかなと思ってます。で、まずそもそもなんでワードプレスなの、メディアにつながっていくに、じゃあワードプレスでメディアをこう立ち上げていきます、メディアとしてどんどん大きくしていきますっていう時に、なんでそもそもワードプレスなのっていうところを、ちょっとまずぜひ大原さんにお聞きしたいと思うので、このところまずお願いできますか。はい、僕がですね、ワードプレスに出会ったというか、出会う前はムーなんとかっていう CMS を使ってたんですけど、ライセンス料とか再構築とか、いろいろなんかクライアントにとっては、クライアントにとったり、更新制を考えると、すごくなんか、めんどくさいことが起こってたので、ワードプレスがマルチサイトに対応し始めた、機能がちょっと良くなった 2.8 ぐらいから、ワードプレスに完全に移行しました。某 CMS でマルチサイトをすごく得意にしてたので、最初はワードプレスにマルチサイト、ワードプレスのマルチサイトがすごく作りにくいって、ね、考えがあったんですけど、その 2.8 ぐらいから作りやすくなって、ワードプレスに完全に移行したんですけど、今はクライアントのサイトも CMS を使ってたんですけど、全部クライアントのサイトもワードプレスに全部しました。ワードプレスに移ったのは、その例えばそういうそのクライアントがとかっていうとこがやっぱりメインでやったんですか、それとも例えばワードプレスのこの機能が良かったとか、こういうふうにしたいと思ったらワードプレスしか選べなかったとか、そういう感じですか。そうですね、やっぱり某 CMS はですね、ライセンス料が発生しましてですね、やっぱりそこをお金を出したくないというクライアントが多々おりまして、ワードプレスにしました。きっかけはそこだったわけですか。そうですね、そこが思い切れたところです。で、それを実際に使ってみてってどうだったんですか。テンプレートタグで、テンプレートタグが某 CMS のテンプレートタグが結構得意だったので、ワードプレスも HTML を組んでテンプレートタグを反映することでオリジナルでテーマを作ってました。ということは、じゃあその移行ワードプレスに移行しようっていうのはそんなに大変じゃなかったと思います。大変じゃなかったです。そこに関しては、はい。割とすんなりじゃあ移行できたんですね。はい。なるほど。で、例えばそのワードプレスでじゃあそういうブログを立ち上げました。で、こうどんどんこう記事を更新していきましたっていう時に、なんかこういうのがワードプレスでやっぱ便利だったとかってありますか。ワードプレスはやっぱり更新性が早いですよね。
ハイエース自動ボードもありますし、やっぱり結構書き手だったので、そこら辺は重要、あと予約投稿もできますし、ね、そういうのをご自分でやって今ぐらいになるまで、それはじゃあ2011年とかそれぐらいから始めたというの。そうです。なるほどなるほど。じゃあ 4,5 年ぐらいでもう225ページで月間100のページぐらいにはできたものが、まあということですね。ですね、そのブログのことはですね、このその当時は自分のウェブ制作の受注サイトのオウンドメディアとしてブログを運営したんですけど、そのオウンドメディアから新しく ドメインを取って独立させたんですね。それがフリーランスウェブデザイナーの仕事で、やってるのも続けて4年ぐらいなんですけど、全然月に1回とか2回とかしか更新しなくて、力を入れて更新し始めたのはもうここ 1,2 年です。その1年でやっぱりじゃあグッと来たんですか？なんか途中でなんかこれはなんか生きるんじゃないかなっていうアクセスや収益がありましてですね、続けていこうということにしました。逆に朽木さんはその一から立ち上げるのではなくて、その例えばある程度 その運営されているものがあって、例えばそれもうちょっとこうしたいんだけどちょっとなんとかならないかなとかって言って、朽木さんちょっと手伝ってよっていうところで振られるっていう感じですか？そうですね、僕の場合は、前職だと編集部についてくださるエンジニアさんがいたので、まあ、その人との話し合いをしながら、例えば書き手はどんな機能が欲しいのかとか、そういうところをなんか、なんて言ったらいいんですかね、どんどんこうエンジニアさんが割とこう社内で神って呼ばれてた人だったので、その人がどんどんこう編集部がここを自動化したいっていうと、こうそういう機能をどんどん追加してくれるっていうのが、まあ、実際できたっていうのはやっぱりそこはワードプレスならではなのかなっていうのは思います。で、じゃあ朽木さんはその例えばこういうふうにしたらもっと楽、例えばもっと良くなるだろうっていうのをエンジニアさんに伝えて、はい、でエンジニアさんがじゃあこうしたらもっといいんじゃないっていうのをこうどんどんやり取りをしながらっていうことですね。そうですね。なんかあとは、まあ、これ皆さんがどんな関わり方をメディアに対してなさってるかは分からないんですけど、例えばエンジニアさんだったら、なんかこう編集部がやってる手作業の中に明らかに多分無駄なものとか、それって自動化できるよっていうものがあるんじゃないかと思うんですよね。でそれって実はあんまりこうエンジニアリングのことが分かってないウェブの人間だとそもそも自動化できるっていう発想がなかったりすると思うんですよ。なので、まあ、そこを掘り返してもらえるっていうのがありがたい関係性だったかなと思います。まあ、大川さんは、ね、ご自分でどんどん例えばこういうふうにすると自分がやりやすいからやるよっていうふうにこうどんどんカスタムしていったわけですよね。で、そうです。朽木さんは自分ではいじれないけど、でもこんな風になったらもっと楽じゃないのとか、あるいはこういうのがこれやったらいいんじゃないっての言われて、あ、こっちの方が全然いいやっていう、その部署が分かれてるからのメリットが生かせたということですね。そうですね。なんか多分本格的に運用するってなった時に、その個人でもかなりその延長線上にこういろんなものが見えるし、組織的にワードプレスのサイトを運用しようって思った時も同じようにこう結構可能性が広いっていうのが特徴なのかなというふうに普段思っています。まあね、言ってしまったら例えば僕個人のブログはなんか大変この場で言うの恐縮なんですけどハテナでやってるんですけど、まあ、そこまでの拡張性っていうのはないわけじゃないですか。そういうところがやっぱり利点なのかなって思ってて、でもちょっと今お話聞いてみたかったんですけど、今お話聞いてみて、検索流入ですか、上がったっていうのは。そうですね、僕のフリーランスウェブデザイナーの仕事っていうブログはもう8割が検索流入で、ですね。多分そういうところって結構本当にこの先メディアとかブログとかを本格的にやっていこうとなさる方は参考になるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと素人質問で恐縮なんですけど、やっぱりそういう SEO 的な強さっていうのは、まあ、よくワードプレス強いって言われたりするじゃないですか、実感として感じられるものですか？実感というワードプレスがまあそう言われてますけど、やっぱりチューニング次第かなと思ってます。
あ、なるほどなるほど、うん、あ、それはちょっとこの後で多分プラグインとかお話もしていただければと思うんですけど、はい、あのなんかね、そうちょっとあの打ち合わせをしているときにこれが興味深くて、なんかワードプレス SEO 強いってすごい 言われるじゃないですか、まあ、いやディスってないですよ、決してディスってないあのワードプレスで SEO 強いって言われるけど、じゃあ実際どこが強いのかとか、どんなふうにすればあのもっと強くなるのかっていうところって意外とこう分かんなかったりするんじゃないかなって、僕は逆にあのここで比べたらもう完全に素人なので、あの普段思ってるところなので、今日それ話もちょっと聞けたらいいなとは思うんです。で、まあ、ちょっと今の流れのトピックとして、で、くつきさんは今度そういうそのチームで運用していく中でどんどんそれをスケールさせるためのアイデアだったりとか、まあ、あるいは実際にコンテンツ作ったりだとかっていうところにお仕事されてるわけですよ ね、 そ, うですね。でそこでそういうのに注力するときに、例えばワードプレスだからこういうことができたとか、あるいはなんかそのワードプレスのこういうところがその自分のアイデアを実現させるためにマッチしてたとかって、なんかこう思い当たるようなところってありますか。それで言ってしまうと本当に更新性とか、先ほどお話にあったところが多くなってくるかなとは思うんですけど、拡張性とか更新性拡張性というのがやっぱり実際に手を動かす人間にとっても便利なところなのかなとは思っています。なるほどなるほど。じゃあちょっと、次のトピックとして、今のお話の中でやっぱりここがあったからワードプレスを選んだ、あるいはここもあったからワードプレスで良かったなっていうところをちょっとお聞きしたいなと思って、まあ、さっきちょっとお話出たその例えば高速化だとかっていうところはちょっと大原さんからお話しいただけるんじゃないかと思うので、ぜひちょっと大原さんにお聞きしたいんですけど。はい、そうですね、僕がワードプレスを作って使ってウェブメディアを作るポイントとしてはですね、もうサイトの企画から言っていいですか。企画っていうかもう最初からもう途中もうここに書いてある通りにメディアの作り方っていうのと合わせて、あのアクセスアップにつながる方法も伝えていいですか。ちょっとスライド外れますけど、あのちょっとパート書くので、あのメモ書き程度にちょっと参考に見ていただけるといいかなと思います。ちょっとお待ちください。あ、じゃあ、大原さんどうぞあの始めてください。ちょっと文字開いたら、はい、結構箇条書きで何行もあるんですけどね。覚えてるかなもうこれをコピペして持って帰ってもらいたいくらいなんですけどね。まず企画段階から、あのメディアを最初から作る前の段階なんですけど、あのドメインやサイト名にもあの自分キーワードを入れるっていうことですね。あとそして専門的な、もうブログやサイトはもう本当に専門的にさせる。あとサイト自体を専門的にできない場合は、あのカテゴリーやタグを使ってちゃんと専門性を持たせて、その記事を何回もう30記事ぐらい書くと、そのサイトやカテゴリーはあその内容の記事を書いているなという、うん、検索エンジンから認識されてるされるのではないかなと。あとネタがない人っていうじゃないですか。あれネタの作り方はですね、もう本当にどこかに出かけるとか、もう写真1枚撮るだけでその写真のことを書くとか、あの自分が調べ書きたい検索キーワードを入力してですね、あの予測変換を調べる、その予測変換をについて書いていくとかですね。あとすごく長くなった記事とかあったら、それは分割してみると意外にまたアクセスが上がったりします。検索流入やつ順序どうなんですけど、伝えたいことはあの冒頭に書く、もう結論は最初に書く。あのスマホ、今はスマホでもブログとか見れるんですけど、もうさ
一番下に結論を書いてたら、もう、なんていうか、ユーザーには不便というか、ですから、最初に冒頭を書いて、冒頭に結論を書いて、どんどん下にストーリーで細かく説明していくっていう感じの記事の書き方がおすすめです。あと、記事の書き方ですけど、主語とかをあれとかそれとかこれとかつけずにキーワードをちゃんと持ってくる。あと、人によってブログのメディアの特性にコンセプトにもよるんですけど、一過性の記事は書かないで、書いてもずーっと未来永劫サーバーからデータが消えない限り検索流入をするための検索流入を見込んで記事を書く。あと今 SNS を Facebook とか Twitter とかみんなやってるので、OGP 設定をした方がいいですね。あとそしてアクセスアップとして、Facebook とか Twitter は自分のメディア記事の動線として使う。リンクを貼っとくっていうやつ。リンクを貼ってなかったらもったいない。あと、インパクト、自分のメディアのインパクトや自分のメディアを覚えてもらうために、インパクトを残すために、自分自身やキャラクターを出していくのがいいです。僕のブログのフリーランスウェブデザイナーの仕事は、僕の自分の愛犬を使ってですね、やってるんですけど、僕自身がもう入れないぐらいに愛犬たちで溢れてます、ね、その愛犬たちがアクセスアップにつながってるかは分かんないんですけど、楽しみにしてる人がいるのかなと。ちなみに今すごい声でパッパッて伝ってる人いるかもしれないですけど、今、ちょっとこの場では入れられないですけど、今大原さんおっしゃっていただいたこと、大原さんちゃんと几帳面なんでメモっていただいてるので、それ僕後でこれに入れて、このスライド自体は最終的に公式サイトでシェアされますので、そんなものすごい急でスワーッてやってますの大丈夫ですから、後で声かけてくれたらね、これコピー何でも渡しますっていうことであれば、ちょっとそうですね、もう残り5分なので、結構まだありますよ、めっちゃあります。なのでちょっと巻き取らせていただいてですね、僕の方でもアクセスアップであったりとか、コンテンツ作る時の気をつけるところっていうお話でも大丈夫ですね。そうですね。で、朽木さんにはぜひそのコンテンツを作るにあたってどこに注意してますかっていう、そこのところをで、これって多分例えばスケールさせるときにこれ注意してるとか、ここだけは気をつけてるって絶対あると思うので、ぜひちょっとそのお話を聞きたいなと思うので、はい、口木さん、もう最後の最後になってしまうと思うんですけど、ちょっとバーって説明させていただこうかなというふうに思います。せっかくなので、なんか使えることを覚えて帰っていただきたいなっていうのはもちろんございますので、で、例えば PV 上げたいってなるじゃないですか。まずメディアの価値でじゃあ PV なのって言ったら僕は違うとは思うんですけど、いろんな理由で PV って上げなきゃいけなかったり上げたいって思うと思うので、それの上げ方なんですけど、すごい単純な話、 PV って UU 増やすか回遊率上げるかでしか上がらないですよ。こうやって実は当たり前のことなんですけど、訪問者数増やすか、その訪問者がどれくらい巡ってくれるかっていうのを上げるかでしか PV は上がらないので、じゃあ自分のサイトをスケールさせたいんだったら施策を2つに分けましょう。それは、1つが UU を増やすような施策、もう1つが回遊率を上げるような施策です。さっき出た例えばページネーション、ページ分割の話であれば回遊率を上げる施策じゃないですか。であとは、遷移しやすいデザインであったりとか、そういう方向性の努力っていうのも同時に必要なんじゃないかなとは思います。で、UU を上げるってじゃあ具体的にどうやったらいいのかってなった時に、さっき のキーワード入れるとかですよね。キーワード入れるとかは単純に検索での訪問者数増えますし、そこは手っ取り早くというか UU を上げるための施策になるんじゃないかなと
というふうに思います。で、そうですね、なのでいろいろやり方はあって、 PV 上げたいってなった時に、じゃあ自分のそのメディアやってる目的ですよね、何のためにメディアをやってるのかっていうのに合致した上げ方っていうのがあるはずなんですよ。たくさんの人に見てもらいたいっていうんだったら、なんて言ったらいいですかね、そのもうちょっとこう記事が、まあ、バズるっていう言い方はあんまり好きではないんですけど、バズるようなコンテンツを作ってあげるっていうことでたくさんの人の目に触れるっていうのも一つですし、親和性を上げたいとか、来た人に本当に納得して書いてもらいたいってことだったら、記事の内容を厚くして、まあこうじっくり読ませる。でそれによって結果的にキーワードの含有率とかが上がって検索順位も上がるっていうようなことっていうのはあるんじゃないかなと思っています。で、コンテンツを作るときに気をつけていることなんですけど、これ個人的にぜひ今回言い残して帰りたかったのはですね、なるべく一時情報で頑張りましょうっていうことですね。でこれはまあ自分の反省からもあるんですけど、こうウェブで文章を書き始めたら、ウェブにあるものを例えばどこかから持ってきて、それをまあ何て言ったらいいんですかね、決してコピペではないんですけど、いろんなところの文章を読んで、なんとなく自分でそれをまあ納得した気持ちになって改めてリライトして書くっていうようなコンテンツの作り方してらっしゃる方も実は多いんじゃないかなと思っていて、それって検索順位上がるんですよ。上がるし、読んだ人も必要十分の内容が網羅されてたら納得できるとは思うんですけど、いいことでは決してないと僕は思っています。で、まあ、それは倫理的な問題っていうのもあるし、それがまかり通るんだったら誰もゼロからコンテンツ作んなくなるよねっていうのがやっぱりどうしてもあるので、構造上の問題を生んじゃうので、なるべくできるだけ僕自身は特に一次情報からコンテンツを作っていきたいなっていうふうに思うんですよね。例えばお中元のマナーとかお歳暮のマナーっていう記事を書くんだとしたら、もちろんネット上にたくさんそういう記事あるから、それをこういろんなとこから引っ張ってきて構築して、キュレーションじゃないけどキュレーションみたいな、あるいはもうそれぞれキュレーションでやっちゃってるメディアってたくさんあると思うんですけど、なるべくそういう作り方はしてほしくないなと思っていて、例えばお中元に詳しい方って世の中にいるんですよ。でその人から直接聞いて、なんでその電話の一本をしないんだろうっていうのを僕自身が結構最近になって感じたんですよね。その了解入ったのがウェブからスタートだったので、なんかそういう前者の方ですね、あるものから引っ張ってきて作るっていうことに全然僕違和感覚えないタイプだったんですよ、そもそもは。なんですけど、それこそ今の会社も11年目のヘンプロなんですけど、今の会社のボスに言われたのが結構衝撃的で、なんで取材しないのって、本当にストレートにそれだけなんですよね。なんで取材しないの、そっちに聞いた方が面白いじゃん、だってあるものから作ってもあるもの以上のものはできないでしょっていうのがすごく印象的だったんですね。なので、まあ、そういう作り方、指揮者って言ったりするんですけど、で指揮者に聞くとやっぱ大変なんですよ。最近僕は結構こんなこう綺麗なことを言ってるんですけど、これやるの大変だなって思ってるのは、指揮者の人ってこう原稿確認お願いしても原稿返してくれないですよね、なかなか当たり前ですよね、だって本業あるからなんですけど、まあ手間はかかるんだけど、そういう作り方をしていくっていう方が結果的にインターネットにも面白いコンテンツが増えて、みんなハッピーなんじゃないかなっていうふうに思っているので、ぜひブログやってる方、メディアやってる方、最近ほらいろいろ話題じゃないですか、なんか例えば渋谷おいしいご飯みたいな検索キーワードで入れて出てくる、結構こう見た目が良くて大手が運営してるサイトがなんだかんだ他の大手さんの写真を使ってたりとかで、まあ、ちょっと怒る人が怒ったりとかちょこちょこ見ると思うんですけど、なんかそういうことをすると、まあ、別に何がインターネットの善悪の基準なんて人それぞれだと思うんですけど、それをするためにメディアやってるんじゃないんじゃないかなとは思うので、もうちょっとこう一時情報というかを作るっていうことを意識して作ってもらえると、結果的にバズったりとか検索順位が上がったりとか、なんかこうサイトを成長させる、スケールさせるっていうことができるようになるんじゃないかなと思います。ちょっとバーッと喋っちゃったんですけど、もしなんかもっと聞きたいとか分かんないとか、もしよろしければありましたら、気軽に声かけていただければ、今日捕まんなかったらソーシャルでも構いませんので、はい、お聞きいただければと思います。はい、ありがとうございます。ものすごいいい形でまとめていただいて、あ、僕いらないなという感じなんですけど、多分皆さんその
もちろんそのブログの記事をたくさん書いてらっしゃる方もいるし、まだ書いてないけどちょっと興味あるなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、今大原さんと朽木さんからお話しいただいたことってものすごいヒントになることがいっぱいあったと思うので、で今日これ動画で録画をしてまして、ワードプレス .tv というところで最終的にこれ公開されますので、後からでも復習できます。で、その時には同時にこのスライド、さっき消えちゃって、さっき大原さんがダーッとこう上げていただいたこともスライドの中に入れた形で、これぜひ公開したいと思いますので、そちらもぜひ楽しみにしていただいて、で今回のワードキャンプ東京2015のテーマ、モアパブリッシングをぜひ皆さんにこうご自身で進めていただきたいなというのがまとめかなと思います。ちょうどもう本当に短い時間で残念なんですけど、時間になってしまいましたので、今日本当に長い時間ご清聴ありがとうございました。この後なんですが、この会場5時で完全にクローズになってしまうので、大変恐縮なんですけれども、速やかに2階の方に移動していただいて、ぜひ懇親会ご参加なさる方、懇親会に来たか